こんにちは。ポップグランピーの小井戸です。今日の動画は東京バイクでチルしよう。のんびり広島サイクリング海編という動画になります。えー、っと、私は YouTube のネタを結構先までこう計画を立てて、 るんですけどたまにこう行き詰まる時があって行き詰まった時によくあのインスタのストーリーズとかで「YouTube で見たいネタこんなのがあれば」っていうのがあれば教えてくださいっていうのをこうあのやったらお客さん方から結構いろいろなご意見をいただいてでその中でレンタサイクリングレンタサイクル。 をした時のおすすめコースがあれば教えてくださいっていうのがあってあこれはすごいいいアイディアだなと思いましてその自転車に今まで乗ってなかった人がレンタサイクルをする時にただ乗るだけじゃなくて楽しめるコースがあれば絶対にいいと思うしっていうのと自転車いざ買ってみた東京バイク乗ってみたけど通勤だけじゃ楽しくないもっとこういろんな楽しい幅を広げたいっていう方 たくさんいらっしゃると思うのでそんな方に私はあの自転車でぐるぐる回るのがお得意なのでそんな私の楽しいところをいろいろと共有できればなと思いまして結構そんなこんなでこうお客さんからの,あの声を聞くと私の頭の中になかったいろんなアイディアがもらえたりするので YouTube の方でも是非。 なんかこんなのが見てみたいっていうのがあればコメント欄に書いてください。あの私は YouTube のコメント返しがなかなかできてないんですけどちゃんと見てますのでで,できることはやりたいなと思っているのでそんな声もありましたらぜひお持ちしております。それでは早速こんな感じでちょっと書いてみたんですけど私が好きなところだったりを、えー、と紹介していきます。今日はゴールを海 します。で、えー、とっともともとこう頂い,いた。コメントで頂い,いた時にはレンタサイクルでっていうことだったので、ポップグランピーを出発点とします。で、今日のコースは2つゴールが元。内な海岸バージョンとゴールが観音。マリーナ海浜公園バージョンです。どっちも私がとても好きな場所です。では、まず1つ目のコース。えっ、ー、とポップグランピーから。 元宇品海岸へ行くコースから紹介しますえー、とまずポップグランピー出発してえー、と踏切を越えてこううじの方向に走っていく感じですねそしたらえー、とだんの方に行くのでそこでまず早速えー、とテイクアウトでサンドイッチをゲットしますここを えとチャームサイドサンドイッチさんっていうところで私も先々週ぐらいに初めて行ったんですけど最近できたお店らしく私はラジオで知ってすぐに行ってみたんですけどすっごい美味しくてあのなんかいろいろ種類があったんですけどなんかうんほ他の味も食べてみたいっていうなんかいろんなこう風味とか味が広がる美味しい サンドイッチでしたで。バケットもサクサクであの私ラジオで聞いてた時はあのバケットのこうザクザクっていう音を聞いてそしてなんかあのラジオの方のこう言葉巧みな美味しそうな話を聞いて行ってみたんですけど本当に美味しいサンドイッチ屋さんでした。でドリンクもあったので今度ドリンクも飲んでみたいなと思ったのですが今回は、えー、とサンドイッチだけをテイクアウトして次へ行きます。 チャームサイドサンドイッチさんまでがポップグランピーから1.7キロ。ほぼ平坦な道、ほぼというか、まあ、平坦な道だけですね。で行けます。じゃあサンドイッチをテイクアウトして、今度はまたウジナ方面に走っていきます。そうすると見えてくるのが、ウジナにあるバスキングコーヒーさんです。チャームサイドサンドイッチさんからバスキングコーヒーさんまでが、えー、と3キロになります。で えとバスキングコーヒーさんでコーヒーをテイクアウトします。えー、とコーヒーのテイクアウトの時にはすいません荷物が届きました。えー、とバスキングコーヒーさんに行ってコーヒーをテイクアウトします。でまあコーヒーのテイクアウトの時にはやっぱり、えー、とマカのタンブラーがあると本当に便利で。 あったかいものも冷たいものも保温保冷をしたまま持っていけるので、えー、とぜひ、えー、とタンブラーに入れてもらってそこからまたこいでっていうのがいいかなと思いますやっぱあったかい冷たいはキープするのが一番おいしいと思うのでで、えー、とテイクアウトして、えー、と元宇海岸いいよいよ行きますバスキングコーヒーさんから元宇品海岸までは、えー、と3 6キロですっていう今回私すごいいい距離感で。 コースが作れたたなと思ったんですけどジ尻海岸は私すごい好きで初めて行かれる方はもしかしたら合ってるのかなって思うかもしれないんですけどこうローソンを通ってその後ちょっとなんか山みたいなところに入るんですけどそこを通り抜けるとすごくの素敵な景色が広がっててなあの都会都会じゃないですけどこう本当に広島市内のこう。 都会のの方なのに自然をたっぷり味わえるって海があって山があってっていうすごく素敵なところです。で木陰もあるのでそこでもう簡単にちっちゃい椅子でも持っててもいいしあのレジャーシートでも自分が座れるだけのスペースがあればいいしそこでえと、えー、とサンドイッチとさっきテイクアウトしたコーヒーを飲めばもうバッチリピクニックになると思います。 そしてはいそしてえー、っとはいで一応今回のゴールはそこでしたで、えーっとまあのんびりしてくださいもと除中井がほんにえー、っと好きな場所なので、まあ、ここでゆっくりチルをしてそして、まあ、ポップグランピンに帰るというコースです、まあ、ただ帰るだけじゃ面白くないしこれからの季節暑くなってくるので えと休憩ととかかも必要かなと思いま,すでまあこの帰り道でてお腹もいっぱいだからたうんと思いながらまあブリューさんとかブリューさんが結構もう踏切渡ってこっち側なので結構だいぶ帰るまでに時間があるのでブリューさんでおいしいバナナスムージーをいただくでもいいしまた肘山あたりが多分途中になると思うのでその辺でえっ、ー、と。 何か喫茶店を探してみてもいいかなと思いますあの全部決めてもいいしなんか私は結構決めずにこうフラッと入るのも好きなので、まあ、主要なところとか目的地は決めてあとはまあ休憩スポットは行き当たりばったりでとかでも楽しいかなと思います続いて二つ目のコースに行きます、えー、と同じく出発点はポップグランピーでゴールは ちょっと距離が伸びます観音マリーナ海浜公園に行きますここも私はすごく好きな場所ですマリーナホップの向こう側マリーナホップにこう行ったらその奥にある公園になりますでは早速行ってみますまずポップグランピーを出発して今回は距離がありますねえっ、ー、と観音方面に行きます グーッと観音方面に5.2キロ走ったら、えー、とソーセージスタンドホットドッグスタンドのドットコミュさんがあります今はちょっと定休日がかぶっちゃってなかなか私も行けてないんですけどあの過去アシしげク通っていたドットコミュですあの素敵な店員さんもいらっしゃるので 楽しめるかなと思いますジビエのソーセージを使ったホットドッグでまあ元気も出るしすごい楽しいですホットドッグでもいいしこうソーセージのなんかボックスみたいなのもあるのでうんどっちでもテイクアウトにはもってこいな感じかなと思いますそして、えー、とドットコミでそんな主食をテイクアウトしてあそうそうドットコミはドリンクもあるので今回はドリンクもドットコミでテイクアウト 手で行きますで、そこから4.9キロ走って観音マリーナ海浜公園です、えーとはいまあ、ここもさっきと同じように椅子なりレジャーシートなりを広げてゆっくりチルアウトしてください自分の東京バイクの写真を撮ったりそんな風に楽しんでくださいで、えー、と観音マリーナ海浜公園でゆっくりチルタイムを楽しんだら、えー、とポップグランピーに帰ります えと今回はちょっと距離も長いので途中でゆっくりおいしく休憩をできたらと思いまして帰り道はちょっと,、えー、と寄り道をしますまあ帰りのルートにちょっと沿うんですけど羽久、えー、島にあるウーアプラスさんでケーキとコーヒーを飲みたいなと思います、えー、とウーアプラスさんは過去に、えー、とポップグランピーの YouTube にも出ていただきました えと「みんなの」じゃない「僕らの東京バイクの会」の回でと素敵なスポーツ QS を見せていただいた花さんのお店です。えっ、ー、と本当にコーヒーもおやつもいつもおいしくてと思ったらランチもおいしくてっていうそして花さんがいつも明るくて楽しくおしゃべりしてくれるのでとっても大好きなお店です。はいでまあ、ウーさんで おやつなりコーヒーなりをしてちょっと体を休めてクールダウンをしてポップグランピーへ帰ってきますこんな感じでどうでしょうかということで今日はえっ、ー、とポップグランピーからダンバラを通ってウジナへ行く元宇品海岸コースとポップグランピーからえっ、ー、と観音方面へ行って観音マリーナ海浜公園でチルアウトをするそしてちょっと帰りにケーキを食べて帰る というコースの2つを紹介しました。どっちも割と無理なくゆっくりのんびりで途中で食べたり飲んだりもあるので楽しめるコースかなと思います。えっ、ー、と景色もとってもいいのでぜひ行ってみてください。またえっ、ー、とこのサイクリング動画はえっ、ー、と喋ってるだけなんですけど。 今今日は海辺でした今度また公園編緑がいっぱい編お店で食べる編などそして距離もこういろいろと考えながらやってみようと思うので皆さんぜひコースをたどって楽しんでみてください東京バイクでうん楽しめると思いますはいそれでは今日の動画はこれで終わりますありがとうございました